バントマークと9年間セルフホームスクーリングキーでは、自己紹介もよろしくお願いします。作曲家でアーティストの内田匠と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、ということで、結構叫んでましたけど。そうですね。はい。まあ、その叫んでた通りのその、はい、ホームスクーリングっていう。はい。ちなみにホームスクーリングってどういうのかちょっとお聞きしていいですか？まあ、ホームスクーリングって日本では一般的ではないと思うんですけど、はいはい、まあ、自宅でその学習をするっていうやり方ですね。学校には通わなくて、はい、まあ、通わないでそれで自分で勉強していく。あるいは、親御さんから教えてもらったりとか、補習的な感じで学校通われる方もいるんですけど、そういった日本の義務教育じゃないところで、まあ、育つような方のこと多いと。ホームスクリーングは海外だと、まあ、割とあるみたいな感じ。なんかそのそれこそアメリカとかだと結構されてる方いらっしゃると思うんですよね。でそれこ その自分自身がホームスクリーングを始めたきっかけが、まあ、元々すごく仲の良かった、まあ、友達がそのアメリカ人の方の息子さんだったんですよね、はいはい、で彼がホームスクリーングをしてたので、あ、こういうやり方があるんだって知って、まあ、それをやってみようかなと思ったのがきっかけ。あ、当時何歳ですか？5歳とか、5歳とかですよね。5歳で自分からホームスクリーングしようっていう。そうですね。まあなんか発達が早かったですかね。あ、もうすでに自分の頭で考えませてたんだと思うんですけど、考えてやってみようかなっていうふうになってました、はい。別にその成長するにつれて受験したいとも思わず。まあそうですね。小学校の時はもっと伸び伸びしてたと思うんですよね。なんか毎日面白フラッシュ見たり YouTube 見たりしてたので、パソコンも触るの早かったんで、あの Windows 98 ぐらいから触り始めて、保育園は行ってたんですか？いや保育園行ってたんですけど、完全に行ってたわけじゃなくて、たまに行くぐらいだったと思うんですけど、そこで先生と揉めて、自分の記憶によればなんかお絵描きをしてたんですよ、はい、友達かなんかの、はい、でクレヨンかなんかの取り合いになってめっちゃ怒られたんですよね、はい、でなんかそれが結構自分としては取り合いになったっていうか、自分が使ってたのを取られそうになったみたいな、そんな感じだったと思うんですけどそれで先生にめちゃくちゃ怒られて、でそれで大人に対する不信感が出てきちゃった。で結構大泣きしたんですよ。ガーって泣いて、でそれでもう行きたくないよって親に言って、はい、まあ、やめたみたいな感じです。まあ、別にもともとめちゃめちゃ通ってたわけではないので、もう行くのはでもそれで完全にやめちゃってっていう感じ。まあなんかすごく学校に対してネガティブなイメージがあったとかではなくって、はい、でもそうなんですけど、人とコミュニケーションを取るのは割と好きな方なんですよ。なので別に学校が怖いとか人と揉めるんじゃないかってことで嫌だったわけじゃなくて、もうフィーリングなんですけど、いや自分は学校行かないでしょって思ったんですよね、その時に。学校行かないでしょ、行かないでしょって、なんで学校行ってるんだろうこの人たちと思ってであ別に行かないよねみたいな感じで、いや親にじゃあ学校は行かないよって言ったら、みたいな、どうするってなるんですけどまあそりゃで、なんかちょっと家族会議みたいなのがあったらしくて、まあ、結局まあ親はまあ分かったよみたいな感じ。まあ小学校入学は多分6歳ぐらいじゃないですか。そうですね、うん、はい。辞めてから6歳までは何されてました？家にいましたね。なんか家で本読んだり、なんかそのあるじゃないですか、恐竜図鑑とか、はいはい、あとはなんか植物図鑑とかあの見たりとか、そういう感じで過ごしてた記憶はありますね。ああ、何に興味があったとかはあるんですか？あの時は電車がすごい好きで、電車の運転手になりたいって言って、Nゲージ買ってもらったりとか、プラレールでなんかこう部屋中こう長い要塞みたいな作っちゃったりとか、全然取り立てて何か変わったエピソードはあんまりなく。ちなみに親御さんってなんかそういう教育系ママとか高学歴になりなさいみたいな感じではないですか？全くなかったですね。じゃあ父が高卒で、まあはいはい、まあそのまま働いてって、はいはい、でうちの母はまあピアニストなんですけど、自営業みたいな感じじゃないですか、仕事が。そうすると、はいはいはい、なので別に特に高学歴になりなさいっていうプレッシャーはなく、ピアニストになりなさいはなかったですか？ないですね。逆にその自分がピアノやってるからかもわからないんですけど、なんか強制されたりってことは一切なかったんですよ。だからピアノも習ってなかったんですよ、あ、じゃあ絶対音感とかも？いや、もうないですね。大体音感で今生きてるんですけど。大体音感、大体音感で、大体、いや、わかんないですね大体ですね。はい、アバウトな感じで。じゃあ相対音感的な、まあなんかその受験の時に超音っていうその聞いた音を楽譜に書く試験があるので、まあなんか疑似絶対音感ぐらいのレベルまで上げないと入試通れないんですよ。なのでそこまではトレーニングしましたけど、別に今救急車の音が鳴っててそれがなんかシーソーシーソーとかっていうのはないですよ。なんか鳴ってんなぐらいで小学校に変わる教育とかを受けてたんですか？
小学2年生ぐらいまでうちの母から算数ドリルやらされたり、はい、漢字ドリルやらされたりしてたとは思うんですけど、はい、まあ、やっぱ親子で何か教育するのって難しいじゃないですか、はい、で母親とバッチバチに喧嘩して、もうなんかあんたもう教えられないみたいに言われて母親から、でもうそれでストップしちゃいましたね勉強は、はい、もう全くやってないそこからは。でもちっちゃい頃に突出したものとかありましたね。弁が立ったっていうことですかね。喋りが。そうですね、やっぱり親と喧嘩したり保育園の先生と喧嘩したりするというのはやっぱりその弁が立ったからなのかなっていうのは思ってるんですけど。ちなみにそれくらいの年代だったら普通感情的にまくしちゃってるじゃないですか。はい、なんかもう理路整然と詰めてる感じだったんですか。いや結構感情的だったと思います。年相応に感情的だったと思います。別になんかそこでめちゃめちゃ冷静にガン詰めするような人間ではなかったと思うんですけど、頑固で負けず嫌いだったのでなんか負けないように頑張ってた感じなのかなって思うんですけど。学校行く行かないの時も学校行きたくないって言ってんだろうみたいな感じの。いやそれはもうなんか決めちゃったからみたいな感じで。あ、そんな感じだ。はい、決めちゃったからみたいな感じでもう言い返せないじゃないですか。そうですね、もう確定事項なんでみたいな感じで言って結構理論先生のことですよね。ですよね。じゃあ小2ぐらいで勉強をやめられたんですか。はい、勉強やめましたね。ってなるとどういう人生を歩むんですか。まあ、ゲームやったりパソコンでインターネットサーフィンしたりっていうことを中2ぐらいまで続けてた感じですかね。だから6年、小学校の6年、プラス中2までで8年ぐらいはフリーな時間を先に人生でもらった感じで、まあ、自分のやりたいことだけやって出ました。じゃあ中学の行く年齢になっても、まあ、そういう話はなかったですか。なんか行くみたいな。なんか一瞬迷ってたような記憶もあるんですけど、確かその時はもし自分が中学校行って勉強ついていけなかったらどうしようみたいな不安はあったかもしれないですね、もしかしたら。ちなみになんかその小学校中学校ってもう席すら置いてない状態ですか。これは言っていいのか分かんないんですけど、小学校の時は席が確かなかったはず。おで、なんかそれって確かダメなのか分かんないんですけどダメなはずなんですけど席がなくて、うん、中学校は席ありました。卒業証書は卒業式の日に校長室で第2回目の卒業式だよって言ってもらいましたの、校長先生に。先生でそうなんですね。はい、もらいました。まあ、中2ぐらいまでさっきずっとゲームやら何やらで、はい、自分の時間を使ってた。そうですね、うん、はい、そっからなんか天気訪れたりとか。高校をどうしようかっていうのを考え始めた時期に、うん、まあ、高校は行きたいって思ったんですよね。あ、そうなんですね。はい、ちょっと学校生活みたいのをやってみてもいいかなっていうふうに、ちょっとやってみたいなみたいなふうに思うようになって、うん、じゃあ高校行くとして自分は絶対大学行きたいなと考えてたので、うん、どこ行こうかなっていうふうに考えるようになったんですよね。で、自分が好きなこと、将来やりたいことは何だろうって思ってた時に、坂本龍一さんの戦場のメリークリスマスって、うん、メリークリスマスミスターローレンスっていう曲があるんですけど、あれを聞いてすごい感動して、うん、自分も作曲をやりたいなって思うようになったんですよ。で、そのウィキペディアとかで調べたら、まあ、坂本さんは東京芸大出身っていうのが分かって、うん、で、まあ、自分のプライド的に行くんだったら一番の大学じゃないと嫌だったので、まあ、芸大か東大かどっちに行こうかなって思ってとりあえず芸大にしようって思って決めたっていう感じです。その時の学力とかってどれぐらいだったとか分かります？中3の時は例えば一般同士の格好系を作るのも結構苦戦してるぐらいだったかなって思いますね。いや、わかります。難しいですよね。難しいんですよね。まあでもなんか結構その自分としては本腰を入れて取り組んだら自分はできるっていう自信はずーっとあったんですよ。何でも自分はちゃんとやればできる、うん、ちゃんとやってないだけだっていう気持ちがあったんですけど、うん、やっぱりやってないっていう状態で来ると周りからもそもそもできないやつだみたいな目線で見られちゃうんですよね、うん、すごい自分はプライドが高いのでそれが許せなくて、高校に入ったらもうめちゃめちゃ勉強しようって思って、今はこうだけど見てろよっていう精神でずっとやってました。でも今は今だから今は楽しみって感じだったんですけど高校は芸大附属とかではない。いや、芸大附属に入れるレベルではないですね。まあ、天と地の差があって、はい、芸大附属高校って国立高校なんですけど、はい、もう本当に高校の段階で選ばれし精鋭が入る高校なんですよ、附属高校は。って考えたらその芸大もまあそれぐらいのレベルはあってもおかしくないというか、まあ、そうですね、芸大もまあ日本一じゃないですか。そうですね。で、作曲とかってちっちゃい頃から別にやってたわけではない。その作曲の面白いところだと思うんですけど、結構その作曲っていろんな音楽理論が必要じゃないですか、はいはい、その和音のことだったりとか曲の形式のことだったり、うん、でその理論的な側面っていうのは理解できるようになるのにある程度年齢が必要だと思うんですよ。だから例えばちっちゃい頃ピアノを習ってるって人とかがある程度年齢上がってきて作曲に興味を持ってやりたいって言って始める人とかすごく多かったんですよね、うん、
で入試問題も結構理解力を問うような問題がすごく出るんですよ、芸大とかって、はい、なので割と高校から始めた人、まあ早い人は中学校とかから始めた人もいっぱいいるんですけど、はい、で入る人は多かったです。じゃあもうちっちゃい頃から英才教育受けてるっていう人じゃなくてもなんか逆転合格とかはでは全然あり得ると思います。ただそういう人の方が多いっていうのは事実ですね。あ、そうなんですね。8割9割は英才教育を受けてたりとか、あるいは習い事だけど結構真剣にやってるような人がやっぱり多かったイメージがあります。じゃあその、まあ、ある程度年重ねて初めて見たら才能があったみたいな人が入るって感じですか？入試に関して言うと個人的には才能はあまり関係ないと思ってて、なんか目標意識と情熱と環境だと思ってるんですよね。なんか年間500人ぐらい、多分芸大確かに音楽250、美術250ぐらい入るんですけど、まあ500人も天才いないですよね、正直ね。そうなんですって思うんですよ、自分の考えでは。って考えると入試には必ず傾向と対策があって、それは芸術系の大学でも全く同じだと思うんですね、一般の大学と。じゃあ例えば今めちゃめちゃ売れてるアーティストが芸大受けたところで受かるかどうかわかんない？あ、絶対受からないです。絶対受からないです。そのアーティストとして売れてるかどうかっていうことと受験がもう本当に乖離してるんですよ。で逆に言うと芸大入ったからアーティストとして成功するかっていうと、むしろ大半成功しないと思うんですよ。芸大の作曲家ってどういう人を育成者とするんですか？現代音楽っていうこの今作られてるあの音楽っていうものなんですけど、それの歴史を発展させていってくれる人、そしてかつそれは芸大の作曲家の多分考えでは、歴史や伝統的な技術をしっかり習得した上で自分の新しい表現をその現代の文脈で生み出そうとしていくような人っていうのを養成していきたい。売れっ子の作曲家を作る場所ではないんですね。あ、なるほど。じゃあ浜井さんみたいなタイプの人間が弓道で芸大目指すとか言ってもワンちゃんいける、まあ、浜井さんが本気でやれば別に全然いけると思うんですけどいいですね。一郎くらいでいきたいですね。一郎はちょっと厳しいかもしれないそうですね、まあ、はい、本当にゼロから一浪だけで入れるようなところではない。やっぱり対策には作曲だったら3年4年ぐらいは必要かなって思います。もともとの下地がある人で、例えばピアノをずっと続けてきたバリバリの人で、そういう感覚も身についてる人が1年とか2年で詰め込んでガッと受かることはあるんですよ。でも自分はそのゼロからスタートしたので、ちょっとそこまでは至らなかったですね。高校ですよね。どういう高校ですか？高校は通信制の高校に通ってて、日曜日だけ学校に行って、あとはレポートを提出するっていう感じだったんですね。時間がたくさんありました。ちなみにその受けられた科って何科ですか？音楽学部の作曲科っていうところを受験しました。なんかひたすらこう曲作ってアウトプットみたいな繰り返してた感じですか？いや、もう入試に関して言うと、もう芸大側の求めてることはもう明白なので、それは最近あの募集の要項とかにもある程度こういうものを我々は求めてますってアドミッションポリシーが載ってるので、で例えば芸大の試験、作曲家の試験はセンター試験終わった後に、まあ今センターじゃないですね、一般のあのあれが終わった後、はいはい、そう、共通が終わった後に二次試験4回あるんですけど、4回あるんですけど、一次試験が6時間の和声で、二次試験が5時間の逮捕で、3次験が8時間の自由作曲っていう事件が総合試験で、朝から夕方の5時ぐらいまでテストされるんですけど、まあ、簡単にざっくり要約すると、曲のメロディーみたいなのがこうバーッと書かれた紙が1枚渡されて、それを曲として完成させなさいっていうような試験なんですよ。でそれにはもういろんなルールがあって、これをやってはいけない、転調するときはこういう風に曲を変えていかなきゃいけないみたいなのが全部あって、時間内にそれを書き終えるための訓練を、まあ、受験勉強としてみっちり叩き込まれるっていう感じです。すごく分かりやすく言うと英作文の試験みたいな感じかもしれないですね。自分の言語じゃない言語で作文しなきゃいけない、でテーマが与えられる、でちゃんと文法が正しくて、ボキャブラリーが正しくて、構造がちゃんとしっかりこうなってるかどうかってところを見る。でそれってオリジナリティではないですよね。しっかり理解して、しっかり反応できてるかってところを見るので、それさえできてればその試験はパスできるっていう感じです。でそれが、まあ、1時2時3時と違うタイプの曲をこう書かされるんですね。で6時間5時間8時間とやって、で最後の4次試験が、まあ、ピアノを弾いたり、その超音っていうソルフェージュっていうその音を聞いて楽譜に変えたり、パッとこう楽譜見て1分間目録した後に正しい音程で歌っていく試験とか、まあ、音楽の基礎的な楽典っていうその知識、この楽譜の意味は何ですかっていうのを書いたりとかっていうのと、あと面接ですね。まあ、そういったものがもう朝から晩までいけるっていう感じで各試験ごとにこう落とされていって、まあ、10人ずつとかも大体減ってって、最後15人受かるっていう感じです。受験勉強っていつから始めたんですか？高1ぐらいからですね。で2浪しました、それから。あ、おお、はい、じゃあ5年ぐらいやってるって感じなんですかね。その作曲の先生に習い始めたのがもう
本当に高1の1月2月ぐらいなので、作曲の勉強自体は4年ぐらいやったっていう感じですね。そういうなんか塾みたいなのあるんですか？塾がそれがあんまりなくて、もう本当に個人的に芸大を卒業した先生のとこにポイント取って受験対策教えてくださいって言ってこう習いに行くっていう感じですね。それって他の人もそういう感じなんですか？みんなそうですね、基本的に。美術は大きな予備校があるんですけど、音楽はそうですね。ちなみに学力って言います？そこまですごい高い点数を要求されるってことはあんまりないですね。作曲家としてはまあ国語と英語の2教科なんですけど、平均5割6割を切らなければそれが原因ってことは多分ない。それはセンター？センターです。あ、ちなみにまあ3回受験されて、はい、最初に受けられた時は結構惜しかったですか？センター試験の点数だけで言うと確か国語が7割ぐらい取ってて、でも英語が200点満点中50点ぐらいだったんですよ、はい、なんか全然勉強しないで受けちゃったんですよね、はいはいはい、芸大だし音楽の勉強を一生懸命やってやろうと思って音楽の勉強ばっかりやってて全然勉強しなかったんですよ、うん、そしたら案の定単語もわからない、文法もわからないねっていうことで全然点数取れなくて、で一応二次試験受けたんですよ。それで、はい、で、まあ、1時2時3時4時みたいな最後まで行って、で一番最後合格発表の時に、まあ、英語の点数ちょっと低いっていうことと、あとその最後の試験で初見演奏っていう、まあ、初めて見た楽譜をその場で弾くっていう試験があるんですけど、それも失敗しちゃって、で現役は落ちちゃったんですね。はい、それは何が原因かはやっぱり明言しないって感じなんですか？その請求ができるんですよ、落ちた時に。何が原因で落ちたかっていうの、順位がこう請求できて、まあそこにはちょっとまあ英語の点数でも一浪時はやっぱちょっと点数上がったって感じですか？もうめちゃめちゃ作曲の勉強して、作曲の試験はもう本当に2位とか、それ全体受験生の中で2位とかぐらい上がったんですよ、ぐんと上がったんですよ。めちゃめちゃ勉強したんですよ本当に。で試験の時はもう試験時間何時間も余らせて終わるみたいな状態なんですけど、ただ英語をまた勉強しなかったんですよ。なぜ？いやもうなんかもう英語勉強しようと思うだけでしんどくなっちゃって、なんかそこに心理的な障壁みたいな壁があって、で二浪の時は正直作曲の勉強ほとんどしてないんですよ。もう落ちたのがショックすぎてショックすぎて、もうずっとそれでもうあの作曲の先生に電話して、すいません作曲のレッスン休んでいいですかって言って、あのリーグオブレジェンドっていうゲームをやってましたね。で夏ぐらいに、いやちょっと今年は英語ちょっとやろうかなっていうことで塾にちょっと通うようになって、まあ、2ヶ月か3ヶ月か覚えてないですけど、ちょっと文法とか単語とかをバーッとやりました。二浪時はじゃあ英語の勉強ばっかりした？いやそれもそんなにしてなくて、1日に2時間もやってないかなぐらい。でも結構ゲームやって、海岸に行って海眺めて、何やってるんだろうな浪人生って、立場ないな辛いなみたいなのをこう黄昏れてた感じですよね。もしかして作曲2位の力があって、まあ言うたら浪人って無職ですもんね。そうですね本当に。二浪時は結構余裕で良かったみたいなのはあります？余裕でしたね、正直言ったらかなり余裕でした。センター試験結局、まあ、ボーダー超えるぐらい取って、まあ、一応その点数を自己採点して家で見た時に、まあ受かったなと思って、まあ、もうミス数さえ引かなきゃ分かるだろうって思ったんですよ。でまあ二次試験行って、はい、まあ一次試験6時間なんですけど4時間ぐらい回らして終わって、二次試験もそれぞれまあ何時間も回らして終わったって感じでした。一浪時2位とかだったじゃないですか。はい、二浪時もう良かったりしました？多分めちゃめちゃ良かったと思うんですけど、受かった時は成績教えてもらえないので分かんなかったんです。まあちょっと振り返ると20年近く、まあほぼ家でされて急に芸大2位になったっていう。そうですね、分かりましたね。すごい。でなんかそのショックだったのがやっぱり手のひら返すんですよ周りが。自分は何も変わってないのにそういう風になっただけで、やっぱり才能があるとか、お母さんがピアニストだからとか、もともと勉強できたんでしょうみたいな風になってって、すごい嫌でしたね。こんな経歴多分他にいないだろうし、再現性もない気がするんですよ。で結構その再現性ないっていろんな人に言われるんですよ、なんかいやこの人は環境が顔だからとか、もともと才能があってとか、めちゃめちゃ好き勝手書かれるんですけど、結構再現性あると自負してるんですよね自分では。芸大の他の科の受験指導したことはあって、そのいわゆる他の科でも要求される作曲の理論とかがあったりするんですよ、はい、簡単な範囲とかで、はい、それを教えてた子はいて、まあ、芸大受かったんですけど、はい、マジっすか、はい、まあ、なんかこれやれば芸大受かるだろうっていうのはまあ大体分かってる。でも見事芸大に合格されたっていうこと。そうですね、はい、入ってからはやっぱ作曲の授業とかですか？
作曲家だったので、やっぱ作曲の授業が基本的にはメインですね。やっぱりすごく専門性の高い大学なので、1年2年までは先生2人の下で作曲の勉強をみっちりするっていう感じですね。毎週レッスン受けに行って、自分の書いた曲を見てもらって、添削してもらって、で学期末には提出作品っていう新旧作品があるので、それを出すっていう感じですね。うん、卒業制作とかどうですか？なんか、いや、それが卒業制作の時にちょっとまあ学校とも折り合いが良くなかったっていうのと、ちょうどコロナが重なって、まあ、うつ状態になってっちゃったんですよ、自分が。で精神薬とかも飲んでて、もう本当にしんどい状態だったので、もう最後曲が書けなくなっちゃって、もう本当にもう留年したいですみたいな先生に相談したんですけど、いやでもここにいたらもっとやめるでしょみたいなことを言われて、とりあえず今できてるとこまででいいから最後適当にまとめて出してみたいなのに言われて、出して、まあ、一番最悪の成績で卒業して。あ、そうなんですね。はい、まあもともとあんまり自分が書いてた曲っていうのも大学からするとあんまり望ましいタイプの作品じゃなかったのかもしれないんですけど、まああんまりその校風と合わなかったっていうのが一番的確な表現かもしれないです。芸大入ったんですけど、入るまでに求められる能力と入ってからやってくださいってことはちょっと違うんですよね。はい、なので入ってからやってくださいってことと自分がやってたことがあんまり合ってなかったっていうのが大きいかもしれないです。でその後はどうされました？まあそのうつ状態がその時は本当にひどくて、2ヶ月ぐらいかもう本当に、まあ、家で寝て、まあ、貯金があったのでそれでちょっと買い物とかもしてご飯食べたりもしたんですけど、実家で寝ててっていう生活をしてました。で、まあ、だんだん貯金もこう減ってきて、肉体労働系のバイトを申し込んでやったんですけど、それがもう本当に辛くて、まあ、冷凍倉庫みたいなところでこうコンテナをこう運ぶ仕事やったんですけど、すごくどんくさかったので、まあ、お兄ちゃんそこじゃないよとかって怒られちゃって、ごめんなぜとか言いながらもう今度ガコン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 とか言ってなってやって、自分は何をやってるんだろうな今はってこう考えてたんですよ。でそうしてこうとぼとぼ歩いてた時にふと、あ、自分は今何かをしなきゃいけないみたいな、例えばお金を稼がなきゃいけないか、まあそういうプレッシャーが周りからもちょっとあったので、もう少し自分の人生をしっかり取り戻して自分らしく生きるっていうところに戻って生きないとまずいなってことに気づいたんですよね。でそこから、あ、じゃあ音楽でちょっと仕事してみようかなって思うように変わったんですよ。そういえば自分は、まあ、うつって忘れてたけど音楽の勉強してきたなってことを思い出してじゃあ音楽の先生として働きますってことで、まあ、Twitter とかにレッスン始めますみたいなこうポッと投稿したんですよね。したらもうその月に2人ぐらいから作曲習いたいですっていう反応があって、少しずつそういう活動を始めたっていう感じですね。ちなみに今院の方にも通われてる？はい、そうですね。卒業してそれで音楽家として働き始めて、まあ、1年働いて、まあ、今でもその学費とか自分で払ってるので働くのはずっと続けてて、自分としては学生というよりかは音楽家とかアーティストっていう自分が第一にあって、その活動を補強するために院に通ってるって感じなんですけど、院はその作曲家の院があるんですか？作曲家の院あるんですけど、まあいろいろそういう事情もあったのと、自分がそうちょっと違うことに関心が向いたので、今通ってるのは音楽じゃなくて美術の方なんですよね。その1年でポンと入れるんですか？普通は難しいと思うんですけど、自分の入ってる学科がちょっと特殊で、なんか大学院美術研究科のグローバルアートプラクティス専攻っていうところなんですけど、まあ、個々人の技法に応じてそれぞれの創作を研究していくことと、またアートを通してもう社会とどのように対話していったりだとか、関係を築いていくかみたいなことを学べるような、まあ、国際的な視点で今のアートがどうなってるかってこととかも含めて総括的に学べる場所なんですね。なので実は音楽出身だったりとか、一般大出身のそれこそ ICU 卒業してきた人とか、農業やってたけど大学院でアートやりたくなってきた人とかっていう人が集まってくる学科なんですよ。なので受け入れてもらえたっていう感じだと思います、ね。じゃあ最後にですね、受験生とか、まあ、人生に迷ってる方とかに対して一言いただけたらなと思います。はい、周りの人って本当に好き勝手なこといろいろ言うんですよね。で偏見でできないよとか、それよりこうした方がいいっていうことがあると思うんですけど、まず一旦自分が思ってるのはそれは無視していいってことなんです。でもただもしいい先生があなたのこのやり方だと絶対に失敗してしまうっていう風にアドバイスしてくれてるんだったら、それは聞いてちゃんと自分で何回も試行錯誤して考え直してプロセスを正しくして、その上で努力したら大体のことは叶うと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。I'm really fuck you この街の空に I'm really to my say こんな時代のそばに I'm really trusting you 代わりもいなくて
keeping make my way to that